二炭酸ジターとブチルは有機化学で広く使われる主薬である。この主薬はアミンとの反応でエヌターとブトキシカルボニルアミンを与える。これらの誘導体はアミンのようには振る舞わない。また、ボック機は後に酸を使ってアミンから取り外すことができる。したがってボック機は保護機として使われる。ボック機はほとんどの塩基と 吸殻剤に対して安定である。炭酸水素ナトリウムのような塩基の存在下でに、炭酸ジタートブチルを使うと、水溶液中で、アミンのボック化を行うことができる。また、アミンの保護は、ドマップ存在かアセトニトリル溶液でも行うことができる。ボックのアミノ酸からの除去は、トリフルオロサク酸とジクロロメタンの混合溶媒、もしくは、 塩化水素のメタノール溶液のような共賛で行う。2ピペリドンからの6アセチルマイナス1、2、3、4、テトラヒドロピリジンの合成は2炭酸ジタート、ブチルを用いた、ボック保護を減ることによって達成された。最初の反応では、アセトニトリル中、2炭酸ジタートブチルとドマップを用いて、第2級アミンを、ボックカルバメートとする。二炭酸ジタートブチルは、 タート、ブチルアルコール、二酸化炭素、ホスゲンからダブコを使って合成される。ありがとうございます。